ミニマリストの吉川ですっていうのをこれからやめようと思います。これからもこうどんどん変わろうっていう気持ちになれたので、僕はこのメンタルトレーニングすごくいいなと思いました。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。一応このチャンネルはブログスタイルということで、僕の日々の活動なんかもお見せしていますので、本題に入るまでちょっと時間がかかります。ちょっとそこら辺ご了承ください。じゃあ早速朝のモーニングルーティーンを始めたいと思います。朝のモーニングルーティーン、なんか頭痛が痛い的な。終わりました。今日はバナナと、もうちょっと混ざっちゃってますけど、バナナとみかんといちご入れてみました。はい、ちょっとこれで混ぜていきたいと思います。完成です。結構いいピンク色してます。それでは早速いただきたいと思います。もうちょっとこうみかんの酸っぱさがあってもいいかなって感じですね。じゃあ今から仕事に向かいますので、その仕事の向かった先でお話ししていきたいと思います。というわけで仕事が終わりました。お疲れ様です。で今僕はあの立川に来ております。立川、はい、ここにモノレールが通っていて、でこっちの方面に国立公園かな、忘れちゃいましたけど、こういうオブジェがあったり、なんかアーティスティックな場所ですよね。動画の内容は今回立川と全く関係ないんですけど、絵的にいいかなと思って、今日は立川のお舞台にちょっと撮影していきたいと思います。じゃあ今日も一日よろしくお願いいたします。この動画を撮影している2日前ぐらいに、僕が今お世話になっているケンジさんっていうアメリカに住んでいる方と、あの中継でライブ放送したんです。中継でライブ放送ってまたなんか頭痛が痛いみたいな感じになっちゃいますけど、でライブ放送をさせていただいたんですけども、その時にこんなことを教えてもらいました。早速奈良市さんから、ケンジさんは何をされている方なんですかって質問が来たんですけども、はい、何をされてる人か、いろいろそうですね、あの何かをしてるっていうのを僕あの決めないようにしてるっていうのがあって、はい、例えば教育ビジネスやってますって言って教育ビジネスやるってなるじゃないですか。そうすると、はい、教育ビジネスしかできない人になっちゃうんで。でそれを教えてもらった後、その僕自身振り返ってみて、よくミニマリストの吉川ですみたいな感じで言ってるんですけど、それをやってしまうとちょっと自分が固まってしまうんじゃないかなというふうに思いまして、そうなのでちょっとミニマリストの吉川ですっていうのをこれからやめようと思います。でもそのミニマリズムな生活、ミニマリズムなライフスタイルをやめるっていうのでは全然なくて、僕はミニマリストだっていうその固定観念をちょっと外していこうっていう、そういう感じになります。わかりますか？わかりにくいですね。でその僕が起業した初めの頃っていうのは、まあ、物販ビジネスをやっていたわけなので、その物販ビジネスを始めた時っていうのは仕入れに必要な金額を融資として借りてたんです。まあ、融資って何かっていうと奨学金とか、結局は誰かから借りたお金なので返さないといけない、まあ、つまり借金なんです。融資って聞くとなんかおビジネスやってるぜみたいな思ってたんですけど、実質は借金じゃないですか。それすら知らない無知だったんですけど、でもその借金って気づいた瞬間にすごいテンションが下がって、なんか周りの世界が結構暗くなったのは今でも覚えてます。でもお金を借りてるって言い方すれば返せばいいしって、まあ、そのやることが明確になるっていうか、このまま返し続けていれば借りてるっていう状態はいずれ終わるっていう、そういう風にもなるんで、これからはちょっと動詞を使っていこうという風に思います。なので例えば僕の場合ですと、ミニマリストの吉川じゃなくてミニマリズムなライフスタイルをしている吉川ですみたいな名詞じゃなくて動詞を使っていこうっていう、そういう感じで、まあ、これからもどんどん変化していこうという風に思います。でこの動画を見てるあなたにもちょっとメントレって感じで考えていただければなというふうに思うんですけど、あなたが普段使っていて、ね、ちょっとネガティブな名詞ってありますか？例えば私は貧乏だからとか、私は今就職浪人だからとか、あなたが使っている名詞をちょっと、まあ、ノートとかなんかに書き出してもらって、その名詞に対してこういう状況をちょっと変えたいなと思ったらですね、その名詞をちょっと動詞に変えてみてください。例えば貧乏ですっていう言葉があったら、その貧乏っていう名詞の代わりに少ない金額で暮らしているだったり、就活浪人っていう言葉があったら
長く就職活動をしています。そう、僕がこの話をケンジさんから教えてもらって、自分で実際どういう名刺を使っているのかっていうふうなことを書き出して、でその状態で固まりたいならいいと思うんですよ。でも僕はミニマリズムのライフスタイルは身軽ですごいいいので、これからも続けていくんですけど、ミニマリストじゃなくてもいい可能性もあると思うんで、そういったのも身軽に変化していきたいなと思った時に、じゃあ名刺で自分自身をガチッと固めるのではなくて、動詞を使ってこれからもこうどんどん変わろうっていう気持ちになれたので、僕はこのメンタルトレーニングすごくいいなと思いました。ということで、僕はこれからミニマリストのっていう言葉を使うのを、その名詞を使うのをやめますっていうのと、もしあなたが使っている名詞があって、それの状態化を変えたいって思った場合は、ぜひその名詞を動詞に変えてみてください。そしてどう思ったのかっていうのをちょっと感想欄で教えてください。この動画でお伝えしたいことは以上なので、まあ、せっかく立川に来たので、もうちょっとお散歩していきたいと思います。またブログスタイルになりますけども、お時間がある方は最後まで見ていただければなというふうに思います。それでは行きましょう。立川は緑が多くて本当にいいですね。今モノレール下のところなんですけど、ヤギがいるんですよ。ヤギに食べてもらってんですかね、あれ。